皆さんこんばんは。こんばんは。第4火曜日。火曜日。21時。21時。この佐世保四花町アーケードを見下ろすスタジオから、はい、世界に向けて。世界に向けて。吹奏楽の情報をお送りするブラバン。ブラバン。イエーイ。というわけで、佐世保東商高校の吹奏楽の顧問中村明夫と。九軍高校、吹奏楽同好会の顧問前川でお送りしますはい、というわけでね、吹奏楽の情報とね、吹奏楽の情報だけでなく、はい、つらつらと僕の趣味あ、まあ僕のフリートークのような、番組なんですが、初めての方、どうかチューニングはそのままでお聞きくださいね。何のかんのでもう14年目を迎える、はい、何気にご長寿番組です。ご長寿番組、うん、この曲が15年ぐらいだろ、だから、2年目ぐらいに来てずっとやってる。すごい。はい。で、私が、メインパーソナリティ、はい、中村明夫で、コメンテーター、はい、前川基本はい、簡単に自己紹介。私の自己紹介、うん、はい、私前川と言いますが、あの中学校の時に吹奏楽を始めて中村先生と出会ってから、ずっと音楽をやっております。今年度から九州文化学園高等学校の方にあの着任させてもらって、新たに音楽の指導とあの吹奏楽の指導という形で、音楽を教えています。はい、ね、私は、県立高校ですかね、はい、彼女は私立高校で、私の後を継ぐ存在として長崎を引っ張っていってくれています。お、またアメリカからメールが。朝の5時ですよ。ブルーインさん、おはようございます。もうごめんなさいね、この時間に。すごいですよ皆さん、アメリカからこうやって聞いてくださっている方がいるんです。日本の反対側から。すごい。もう帰りにこう地面に向かってブルーインさーんと叫びましょうか地球の反対側はい、メール。中村先生、前川先生、こんばんは。ほらね、ちゃんとこっちの時間に合わせて。おはようございます。向こうは明日の5時ですよ、本当にね。最近の YouTube 動画で九軍高校吹奏楽同好会を見て興奮しました。おお、やったー。楽器の導入に伴うバンドの成長はファンにとって見ても聞いても刺激的です。おー、嬉しい。バンドに幸あれ。ありがとうございます。前川先生、中村先生、画像を添付しました。このシャツは購入できますか。お、シャツ、どのシャツだろう。ちょっと今ね、メールに添付されてる。このシャツですかこのシャツすごく面白いシャツを、ブルーインさんが紹介してくれてるのでね、ラジオでお見せできないのが残念ですが、YouTube をご覧の方には後ほどもうこのぜひ YouTube へメールをお見せしましょう。最近は YouTube でもこのラジオをねちょっと、聞けるように、聞き逃しのためにしております。そういうわけでブルーインさんからお楽しみに。お楽しみにしときます。見えないもんね、まだね。はい、うん、見えてません。はい、後でじゃあお見せします。というわけでね、今日も元気よくお送りいたしますが、はい、今日はね、二人で、はい、比喩中学校に、はい、公園に行ってきました。行ってきました。ねえ、公園ですよ、公園。この25歳の小娘が小娘が、すいません生意気で。いやー、でもそう言うとな、はい、俺もな、はい、初めて公園したのはな、島原南の時だ、はい、うん、だからね24、24で一人で、すごい、うん、島原でロータリークラブで、地域社会に音楽をという。へえ、24だぜ俺。いや、すごいと思います。何様やっちゅうねん。いや、
私だって大学初めての時、うん、初めてじゃないけれど初めて一人で講演した時、うん、岡山の大学で、うん、警察の方向けにその一般の方向けに1時間講演をしてくれってお願いされてたんですけど、うん、30分で終わっちゃいましたもんね。30分は短いな。もうあの緊張もしたし、うん、一応文面に書いていってたから、うん、もうそれを喋ってしまったらもう何を言えばいいかもう分からなくなって頭真っ白になってしまって、うん、もうこれで終わりますって言っちゃいました。それは主催者困っただろうな。え、終わりですかみたいな感じになって、うん、質問みたいになったんですけど、うん、もう質問全然来なくて、うん、でもなんかシーンってなってもう終わりますみたいな。あ、そうか。苦い思い出です。俺はそれはないな。長引いたことはあるけどな。でも大体時間通り終わらせるな。いや私喋れるキャラじゃなかったじゃないですか。まあそうだな、確かにな。私今だからこんな喋ってますけど、うん、全然先生とも会話なかったじゃないですか。そうだな、最初は、うん、俺前から喋るの好きだったもんな、はい、子供の頃から。君窓さんみたい。そうなんじゃねえけど。いやだから24の時に講演してそれからちょくちょくやってるな。すごい。うん、いやでも俺その採用試験を受けるときにね、はい、とにかく俺は行った先々で必ずその地域に音楽の花を咲かせてみせるみたいなことを言ってたのよ、はい、うん、で、まあ、島原に行ってね、はい、まあ新任だけど、はい、から3年ぐらいしか入れないけど岩に見てろっていう話をそこでして、はいはい、みんながいや今思えばよ、はい、24歳の小娘がその小娘じゃないや、ガキがね、その社長さんばっかりいるわけだから、はい、ロータリークラブ、はい、そこでこうやって俺がこう喋って、はい、でもねすごい気に入ってくれて、はい、お前面白いなって言って、はい、で演奏会するって言った時にはもうどんともうそこにいたみんながどん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 寄付してくれて、へえ、うん、俺がそのこう音楽イベントの時に、はい、そのなんかプロとかをありがたがってるやつがいるけど、はい、その実際はその本気でかけてやってるプロなんていないんだぜと、はい、地元の高校生の演奏に耳傾けてみろって。まあ、確かに技術的にはダメかもしれない。でも地元の子がどれだけ必死に頑張ってるか、でそこに100万払って来てもらったプロのオーケストラ、地元の子が一生懸命やった演奏って、はい、本当に足を運んで聴き比べたことがあるかって、ないだろうって。チケット4000円払ったから上手だろうと思ってるようなもんでしょって、はい、高い金ってこの人の高いからうまいと思ってるだけでしょって、本当に目と耳で味わってみたら高校生の演奏もいいもんなんだって、まあ、俺の演奏を聴けという話をしたのよ、はい、生意気。いや生意気だよ本当に。でも来てくれたしね、はい、俺ねそういうとこあるのよ、はい、あのね先に言う、はい、俺はこういうことをするっていうこと、はい、言ったらさしなきゃいけねえじゃん、うん、そうですね、うん、俺結構そのタイプ、はい、うん、自分でハードル上げてで何とかするタイプ、でも必ずうまくいってる俺、はい、それすごいですね、うん、当初もそうじゃん、はい、お前が来た頃に俺は絶対プロを目指す子とか音楽の教員を目指す子とか集まってくる学校を作ってみせるって言ってたじゃん、はい、成功したからな、はい、でもこれもパッと見俺がすごいっぽくない、はい、でも違うのよ、はい、俺言ってるだけないよ、はい、何もしてねえよ、はい、やっぱ来てくれたやつらすごい、ね、俺は夢を語っただけだよね、はい、でその夢を信じて来てくれ、才能があるやつらが来てくれて、はい、俺の夢を実現してくれてるんだよ、はい、だから俺はよく考えたら何もしてない。いや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 、そんなことないです。この指止まれっつって止まったやつが勝手に上手くなったみたいな感じ。いやいやいや、だから感謝してるよ、お前も含めてな。どうしたんですか。いや、たまには。お、またメールが。トムキャットさん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。深村先生、前川先生、こんばんは。こんばんは。はい、
今回はお二人を知ったきっかけです。お、なんだろう、田中先生の FM YouTube あーに二人が紹介されました。そうなんですよね。そう、田中先生にお声をいただいて、はい、こう出ました。あ、うつぼ今ね、四課長アーケードが手を振ると言いますのでね、手を振りますね、はい、紹介されました。佐世保であれば行けますと。ハウステンボスの、ハウステンボスの時間の情報あればお願いします。なるほど、うん、ハウステンボス、ハウステンボスの朝から空いてるの9時ぐらいから空いてるんじゃない、8時とか。あ、そんな早いから空いてるんですか。え、空いてる、違う、ちょっと後ほど1曲目の最中に確認をして、ハウステンボスの時間ご紹介します。ハウステンボス、僕の職場から頑張れば5分。行きます。5分ぐらいじゃない、頑張って10分、7、8分。あねえよ、出して。いや、変わりますよ、5分と7、8分は変わりますよ。そんな5分と7、8分は変わりますよ、全然気に入って言われても、うん、ね、はい、ホムキャットさん、メールありがとうございます。はい、で、今日は曲、はい、今日はちょっとね、日宇中学校に講演に行きました。はい、まあ、その話は後です。どうして日宇中学校の小室先生、どう今日会ってみて。はい、どう、すごいでも気さくな、明るくて元気な方で、うん、すごい指導とかその生徒と話してるやつもパワフルだなって思いましたね。え、はい、あの先生、はい、ああ見えて結構ベテランなのよ。へ、はい、若いっぽいでしょ。いや、お若い、お若いで、そう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 、俺とは相当、俺の相当下に見えるだろ。はい、まあもちろん彼女が何歳かのことは言えませんがね。今日はその今日宇中学校で指揮をしている彼女がね、はい、俺今の名前知らねえんだよな。今の名前、結婚なさってるから、あ、うん、旧姓しか知らない彼女がね、はい、その若い頃、今も若いけど、はい、今日も話してたじゃん俺、はい、実はその20年ぶりぐらいだと、はい、コンクールに出るのが、ええー、と話したんだけど、なんとこの中村明夫のアーカイブね、いろんな昔の曲の演奏の中になんとその今日のあの先生の20年前のコンクールの演奏がすごいありました。お宝、はい、本人に許可は得てません。ないかーい。そう、なんと彼女の20年前の演奏が出てきました。日宇中学校のみんな聞いてくれたらいいんだけどな、今日言っとけばよかったな。本当ですね、まあ、予定させてなかったもんな。はい、今日は、今から20年前にタイムスリップします。20年前、私5歳です。おい赤ちゃん。赤ちゃんじゃねえよ、5歳は。赤ちゃん。はい、それでは、2001年の吹奏楽コンクール、はい、これ長崎県、当時はまだね、中学校の部は佐世保、支部とかはなかったので、いきなり県大会でした。これ多分金賞取ってると思うよ、彼女。おお、すごい。それでは、彼女の今現在、日宇中学校に来るのはね、当時、小原先生の指揮で、広田中学校の演奏です。メリーウィードセレクション、どうぞ。